ことは辞めたい時が辞め時です。そもそも心の今日全体的にジジイだな、匂いジジイだよ。いいんだよもう、自分らのところとそんな話できねえからよ。ゆるい俺らをコンコロドチャンネルで見てもらえばいいじゃん。年取ったらあと実家。おお、ダブルだった。そう、これチャンス。おお、簡単。めっちゃうまいやん。いや、めちゃめちゃ簡単やん。うそや。嘘や。やめた方がいいんじゃないのか。やめるか。とりあえず満足したじゃねえか。うん、満足した。ただ移動先をどうするかだね。フラッグして。フラッグにする？うん。カスタムどうしようかな。俺は、はい、魚群 100%、うん、いつもあのだいたいあのほら銀パラとかもそうだから魚群 100% で告知普通、うん、で告知はいつものキョインキョインで全長少なめ、はい、でブルブルします。で僕は魚群 50% 告知普通、うん、いつもの全長少なめブルブル普通、つまり全長、ね、うん、だから少なめだけか。うん、そうだね、全長少なめとだから魚群がここは50で節は100っていうところだけ。なるほどなるほど。僕これね、魚群はね走った瞬間当たり嬉しいね。という人の気持ちも分かるけど、やっぱ僕はね、外れる魚群でも魚群が見たいのでね、チャンスの魚群が見たい、チャンスの魚群がチャンスとしてやっぱ見たい。もうすぐ夏もやってくるからね。平和だな、クソ平和。お、チャンス目。お、あれブラックってチャンス目どうだったっけ。そこ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 強い。しかもなんだっけ、ラグーンモードはガセチャンス目がないので。あ、なるほどなるほど。オッケーオッケー、2回目カリカリ。え、何それ、上にカニがめっちゃ揃ってる。うん、自変動の停止図柄を。あー、バイブ。おーおー、いいね。ブルブルチェーン、ジー、はい、止まって、走る、多いよ。あ、しかも音符 50%、これもろたでしょ。ルルルル、えっ、いやでも、ああ、クマ止め、クマ止め、いいよ、全部がチャンスアップ、これもらったな。オッケー、あざす、素晴らしい。3000円、70回転。カバン、クジラッキー。奇数なんでね、5ラウンド以上です。あ、これで5ラウンドかな。5ラウンド100突なのが偉いんで。で、こっからは、ST51 50で、51 ST51 で、40分の1ぐらい、うん、で、ラウンド振り分けは大体均等だね。大体3分の1、3分の1みたいな感じ、うん、ちょっとだけ3ラウンドが多いのかな。この台はね、でもクジラッキーどんだけ引っ張ってこれるかの3ラウンドが大事。分かるんだよ、めっちゃ大事で。意外と5ラウンドでもね、15玉昇級だから750玉出ちゃう。あ、そうそうそう、強えんだわ。スーパーチャンス。最初がクリスタルだっけ。最初が、あ、そう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 、あの若干ね、俺あれいらない派なんだよね。俺もいらないと思ってる。本当に あんまり好きじゃない。転廃すれば当たりです。ブラックパールゾーン、予告ありとなしが一応選べるというところもね。いまだにカメとかのやつがよく何が熱いかよく分かってないですよね。まあ、マンボウイカは寒いね。カメからちょっとチャンスかな。もう当たるときにそういうの全部して当たんね。うん、わかる、うん、イカ2貫はダメなんよ。イカ2貫。あ、そっか、電柱満タンか、これ。おー、ブレた。おー、ナイス。ただ、走んないという不安になるよ、魚群がね。そうだね、ダブリー。わ ー、走んない、やばい、ピンチ。これ、カスタム入れたのを一瞬後悔するよね。100でしょ、ダリ100です。あ、なり100じゃないよ。あ、国章100じゃないのか、うん、おー、魚。おぉ、ナイス。あー、マジか。おぉ、ナイス。やる。さあ、今あ2人とも ST だから無敵ですよ、はい、これ。おい、まあまあまあ6でええね。楽しいね、海ね。楽しいよ。それ、おじいちゃんおばあちゃんが夢中になるわけだ。いやー、うん、もう、あ、一応5ラウンドでしょうか。いい、オッケー。確かにこのピコピコピコの音聞いたらこのぐらいのボリュームにしといてくれてる優しさは分かるな。確かに平和にするためにね。カード立たないよね。カード立たない。お互い十分じゃないですか。全然いいですよ、もう。アタッカーがでかい。これいつからだっけ、このでかいの。ねえ、
大海フォーぐらいからでかいんだよな。フォーからか。そう、ワイドアタッカーですから。これ気持ちよかったよね、初めて出た時ね。バカって、そう、オーバーデューシュいっぱいするのよ、うん、一時期なんかこんなちっちゃいのでめっちゃこぼすってあったからね。この辺が意地悪だなったね。あと強楽の右とか甘すぎてさ、うん、すげえ方向にあれがあるし、おやった10ラウンドだ。でナイス。あ、先ほど見てなかったの。うん、見てなかった。これ見ない方がいいよね。マックス、おもろいやん。いいですね、マックス。あんまり途中昇格するイメージなかったから見てなかった。さあ、テツさんはブラックパールゾーンね。ブラックパールゾーン。おお、ナイス、マンボウで行く。張り出した。なかなかいかんけどね。黒いの出しちゃいましょう。黒いの3分の1だから。よいしょー。そろそろ。あー、エビエビ。まあでもね、うん、全然いいよ。昇格も可能性もありますから。エビカニ、エビカニ。さあ当てていこう。2人とも ST っていうのはね、乗り打ちにおいて最高の状態ですから。はおー、ねねねね、おー、金魚群や。 おめでとう保留連、保留連。何の心配ならない。イカニ感出ました。イカニ感。はい、チャンスだからの大きくなって、何言葉の半分ですね。まだ終わりたくないな。まあ72番だからそんな続かんのやけどな。はい、やるぞ。予告ありって何。あのイカとかがなくなる。ああ、なるほどね。そんなのあるんだ。消せる。だ、純粋に天杯を楽しむことができるというかね。クジラキー、やったー。ナイスナイス、クジラキー。おもろいやん。ユーサンヨさんにお世話になってますからね。お世話になった割に聖夜で王を返せなかったけど、ね、返せなかった、あれは。やばいですね、脳天のまんま追い詰められてますね、僕。残り10です。テンパレー、テンパランチャー。通常のカスタムも有効だよね。有効です。さあ残り10回転、ちょっと2連は嫌だな。もう1個ぐらい欲しいけどな、まあ、1回マックス取れてると全然違うんだけどね、気持ちは。そう、あの3連3回よりマックス1回とかでかいっていう。そうなんだ。あー、まずい。絶対に来ない。うわー、ダメだ。ラスト1回転あるでしょ。そう、あのこの後ね、残保留で、天杯もしくはチャンス名の時点で当たりのはず。ここね、残念、2連で終わってしまった。まあでも50だったんでね、2000束くらいであったからね。さあ、僕は残念ながら通常に戻ってしまったので、哲さんに出してもらおう。ワイに任せな。もう俺6000発持ってるからよ。素晴ら、ああ素晴らしいストーリー。満発出しちゃうぜ。なかなかね、この海で満は難しいよ。いや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 、いっちゃう。満の男ですよ、私今。あれ、もう10切るよ俺。あれ、追い詰められーの追い詰められーの、追い詰められーのからの逆転シーの。ほら、長いよ、変の長いよ、変の長いよ、長いよ。あ、ピカピカした、リーチ以上や、うん、これリーチ以上なんだ。リーチ以上、天杯かくよ。ダブルがいい。走れ。あ、全然泡でもね、うん、マリンちゃん。お、ウィンクした、ウィンクした。よし、おっさい、ありがとう。うまい。 ST 面白い。ここはね、あ、シルバーいいね。5位でよいしょー。まあ、今のところは正直偶数でも嬉しいからだ、うん、あんまシルバー出なくない。出ない出ない、うん、あー嬉しい。だって残りだって10回転ぐらいだ。そう、いや、あのね、俺なんかね、わー、走った。100です。おめでとう。ありがとう。毎回押してんだけどね、何がチャンスか今ちょっと分かってないで。あ、ほら、あ、両目つぶるとか。両目つぶる、両目つぶるが、ウィンクの方がチャンスも。いや、違う、両目の方が熱いと思うよ。え、そうだっけ。あれ違ったっけ。ウィンクの方が熱かったと思うけど、分かんないんだよね。まあまあまあ、それ当たるわね。なぜならば坂田が走ったから。ナイス。魚群100番なので。お上手。カスタムで。お上手。なんとなく押せたけど、熊の実ぐらいしか知らないっていう。よいしょ。あー、まあまあまあ、でもね、3に偏ってくないからいいよね。そうで、それ耐えるんだよな、連チャンしてると2、3ばっかが。
まあ、でもできれば10欲しいな。まあ間違いだよね。さあまたもや残り10回を蹴りそうでございます。バチコーンでも ST は回数台に当てるだけ、当てるだけですから、ね、そうですよ。何回転目で当たっていったらいいんですよ。当たってでいいの。9。お、何俺大泡だった。大泡だったってマジ全然見てなかった。ナイス大泡ありがとうありがとう。なんか今俺ケツさんの方ずっと気にしてた。カメラがおわわって言ってたから、おわわってなんだと思ったら大泡だった。大泡だった。まあまあまあ、おめでとう。あ、早い。115回転持ち玉入れ替わりもしかして。お、はった。クラーゲ ーゲーからのここが直にならねえんだよな。ならないね。ルッキー当たりは100トスってなればでかいな。ストップストップ、オーバー。ラスト泣きの1回。さあここだ。さあどうなる。どうもならない。俺そこで当てたことない。お、1回でバトンパスできたじゃん。お、行ったり来たりしてるかしら。もう当然ね、あの入れるスピードより出るスピードが速いからね。あ、まあもちろんそう。スーパーチャンス。これ言っといてやっちゃうって。でも 100% 出るわけでもないと思うからね。あ、まあそれもね、うん、あの単発嫌なんだけど80分の1、40分の1が回転するのはなかなかしなくないですか。残り15なんですけど、やばい。これはね、波がいったというやつかもしれない。うわ、追い詰められてる。残り12。節がつくんだね。追い詰められてるくー。よく考えたら俺黒帯で連チャンしたことあんまないわあー、あれあれあれ、これこれこれ、ちょっと豪華な魚。え、天ぷら粉なの、あれ。うそ、あの、波は行きました。ほぼ天敗すると思ってた、あれ。波は行きましたっていう。波は行きました。この海域から魚は撤退しました。うわー、スルーした、行ってー。いや、まだ分かんないよ。ゴーゴーゴー。あー。残念。もう1回当てたいな。ね、2回あれ、2回は初当たり取ってるのに3回しか当たり取ってないって、ちょっとぜ、ちょっとしょぼいんだよな。駆け抜けてるからね、さっきね。そうなんよ、それが痛いんだよな。今2人合わせるとだいたい2万、2人合わせて2万ぐらいか。うん、僕1万3000円。2万ちょい。おー、ブルタン早っ。ポロイチ、ポロイチ休憩もろってポロイチ、うん、で、走ってる。魚魚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 吐くにはしてこんか。意外とね、当たってても出ないんですよ。あ、そうだね、魚群が全然強いから。スタップストップ、ブレイク、ノー。あー、オーマイガー。ナビがいったな、これ。あ、ナビいった、ナビいったな、いったか。あ、いや、まあ、でもこういう台で遊んでる日がないとやってられんわ息抜きで。だってしばらくゴッと要求されるもん。まあ、トレーダーが届くと高いですわ。ゴッと引けない時の絶望感やばいし。この間結構危なかったんでしょ、うん、あ、トレーダーかが。あ、そうそうそう。いや、あとね、序盤で、あ、そうだ、序盤でハーレス言ってたけど100で駆け抜けるみたいな。で、なんかオチがないからって頑張って打ってる時に降りてきてくれて助かったみたいな。あ、そう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 。頭から完全に外れた瞬間に来た。だって俺ここにずっとガットの生放送の番組を置いてた。ガットよくやったね、あれ。よくやった。一番いいタイミングで。一番いいタイミングは夜8時、視聴率が上がってる頃。うん、で、あの、俺ゴット引いた後にガットに写メを送って、うん、煽ってたなと思って。で、あの、ガットが俺の話題を取り上げて俺の画面出してくれるかなって生放送でずっと見てたけど、一言触れただけで終わりやがって。あのね、スパチャだけだよ、ダメよ。あ、スパチャだけだよ、ダメだよ。俺なんか ネタでスパチャ投げたろうと思ってさ、うん、午前中にさ、頑張れよっつってスパチャ投げようとしたら、うん、その直前に立直柴田が3万のスパチャ投げやがって。あれうまいよね。投げやがってとか言って、うん、やっぱあれうまいよな、ほんと3万
もうやっちゃうとさ、ずっと残る、ほんと、うん、数時間残ってるから、うん、あれね、あの子はうまい、ほんとうまいなと思って、で切れる頃にもう一回乗せに来たからね。だから6万円くれてんの。俺の200円のスパチャ、そこで消えたからね。笑っちゃった。ワンゲーム陽介さんからの初めてのスーパーチャット、お祝いしましょうって言われちゃって初めてすぎる、恥ずかしいと思って。飲まれた130。なんか当たる気はするんだけどね。確かに波が飛んだって言ってからのはマジだったねから今。そうなんだよな、うん、これは不思議なんだよな、波理論。海は波っていうね。でも本当だと思う。あ、最近プライムでさ、竹市場始まって。え、そうなの。うん、アマプラ。アマプラ、うん、風雲竹市場。風雲竹市場始まった。え、それって新しく撮ってるの。撮ってる、もちろん。で、素人というか一応オーディションやって、うんうんうん、芸人さんとか、あとサスケ枠みたいな人、いろんな人が出てて、懐かしいね。あまりにやっぱり無理ゲーすぎて誰もクリアできないですね。いや、子供の頃めっちゃ見てたよ、竹市場。その当時のその不自然さあったじゃん、うん、誰もクリアできてないのに、なぜかワータバイブだ。これで本当にナビが行ったかどうかが判明します。走れ。ああ、走らんのかい。あわなんだわ。あんこ、みか。ああ、なんかいろいろダメだったね。ちょっときついね。おお、海は、波は行っていなかった。何でも当たらねえ、海ね。だがいやあ、あ、3ラウンドか。バシバシおばちゃんで。ああ、なんで。鍵。さあ行きましょう。おお、一円同盟からチャンスですか、うん、やべえ、10回切るよ。まずいですね。ここで戻せるとすげえ気持ちいいんだけどね。そうね。でもあんま戻るイメージないね。ないね、うん、そう。だからここの10回転本当に40分の1かなと思っちゃうわ、うん、あー、テンパラン。カランね。カラフルな熱帯魚が通ってもダメ。あのファインディングドリーね。ファインディングドリー。はたはた。クラーケン。クラーケンじゃない、うん、クラーゲクラーゲ。ここ当たるときもクラゲなんだよな。大体クラゲなんだよな。ストップさ、あんこ、あー、いかんね。はた、よう張るな、うん、いるか、いるか。消すとか言ってすいませんでした。当ててください。ここで走れ、走らん。あ、やっぱ釣りに来るね、そこ。ダメだ、ラスチャン。泣きの1回張っちゃいな、余裕。あー、びっくりした。あー、なんだよな。張らんか。あー、お互い淡々と来てもんだ、来たもんだ。ダメだね、ちょっとよろしくないな、これは。俺も現金投資始まっちゃってるじゃん。ダメダメだな。バベル行く。役物ってあんまやったことなくない、この番組。ないかも。ないよね、うん、隣で東京ブラックだったんで。ただ、なんだろう、負けることが分かっていくってすごいね、うん、もう行くなら今しかねえだよ。行くか、行くか、行くか。ちょっと夢見ちゃうか。まあ、俺は夢見るとしたら、まあでもどうだろう、横の東京ブラックか、うん、その横にあるうまい棒か。あ、バベルで空いてんだけど、隣のブラックが埋まってる。これはしょうがねえな。あー、奪ってんのか。ブラックが奪ってる。両脇が奪ってんだ。なるほど。で、今ほぼほぼトントンだから、僕が2万円マイナスなんで。あ、じゃあトントンじゃないわ。これがちょっとマイナスなんよね、うん、俺のと、まあ、1万くらいマイナスかな。うーん、だね、2人で言うと。じゃあどうしようかな、アズールレーンかな。この時間からアズールレーン。当てる気がないって。あ、
ファスナーはいいんじゃない。あ、ファ、え、ここに来て99度、あ、いいかも。久しぶりにちょっと打ちたいかも。そう、ファスナーいいと思うよ。ちょうどいいよね。ちょうどいい。チャンスはあるし。3000球出るもんね、これも。そう、送球作戦しちゃいますか。じゃあこれやろう。やりますか、うん、すげえな。これが今最善の最善策だよ。いやー、やっぱ大人は V に入れたいんだよ。